空女。というわけで、あの255系だっけ。そこで釣った飯の詳細な解説だ。トウクーノは崎陽軒の横浜チャーハン弁当だ。名前に横浜ってついてるか。トウトウ駅でも買えるぞ。え？じゃあなんでこれを千葉で食ってるのか。大回り乗車ってやつだ。とにかく、開けるぞ。んしょ、木目町の蓋を開けて。おい、これが横浜チャーハン弁当だ。値段が気になると思うが、これだけ入って660円だ。安いな。ちゃんとエビも入っているのは好感度高いな。早速食っていくぞ。そうそう、この宝箱は686キロカロリーだ。結構入ってるよな。さ、食うぞ。ん、もぐもぐ。あ、うめ。なんでパラパラしてないチャーハンがこんなにうまくなるんだ。うん、タケノコと合わせても本当にうまい。もう700円未満の駅弁って本当に少ないんだけど、これは安い。うまい。早いってわけだ。早いは立ち食いそばか。とにかくこれが安くてうまいのは確かだ。隣のやつはキュウリ漬けみたいだな。スプーンがドチョウすくいみたいな挙動してるか。それは許してくれ。うん、漬物もいいお供になってる。肉に線振りしていないあたりやっぱりいいもんだ。あえてポテチに線振りした駅弁とか出ねえかな。ちゃんと崎陽軒らしくシューマイもあるぞ。シューマイ弁当には5個入っているが、こっちは2個になっている。ま、あるというだけでもありがたいな。ところで夜メロンはこういうからしとかをもったいないからと全部絞り出す性格だ。杉樽は名を呼ばさるが如しという言葉を知ってもらいたいな。ま、いろいろ言ったけど、かける量は個人の好みで変えればいいと思うよ。うん、夜メロンは醤油も全部かけているみたいだけど、しかしこうしてみるとまるで双子みたいだな。このシューマイたちは食べてもらうことこそが本能だろうから、容赦なくフォークを突き刺すけどな。お隣には一人っ子の鶏のチリソースがいるな。そいつもよくチャーハンとマッチした味付けになってたよ。そして本命のシューマイの味だが、カメラが暴走するくらいうまいらしい。最近この弁当をベースにしたおうちで駅弁シリーズチャーハン弁当なるものが出たらしい。あっちは30円安くなっている代わりに上のような先行店があるみたいだ。とにかく、割と気軽に食える駅弁だから、機会があったら食ってみてくれ。食べ終わったゴミはゴミ箱に捨てるかも使えれよ。じゃあな。